ヒロのハッシー食べ歩きぶらり、イエーイ。はい、行ってきましたね。はい、行ってきました。堺の光明池、光明池ね、イオンの2階。はいはい、ピッコログラッチェ、ピッコログラッチェ。ハッシーさん、はい、店長さんの名前覚えてる？長谷川慎之介さんでしたか。そうや、かっこいいイケメンやったな。イケメンでしたね。美味しかったね。最高に、ね、はい。じゃあ店長との、録音インタビュー、はい、聞こうかな。そうですね、聞きましょう。ハッシーさん、はい、ここ堺市光明池、堺市ここのイオン、イオンのここ何階？2階です。2階ね、イオンの2階ではね、たまたま来たらやね、はい、美味しかったなこの店は。ちょっと店長に話聞こうか。う、ね、ありがとうございます。店長、はい、長谷川。お名前は？長谷川慎之介です。かっこいい名前やな。かっこいいですね。男前やね。ありがとうございます。独身ですか？この前結婚しました。はい、さあしっかりしてはるわ。しかしこの、お店の名前は？ピッコログラッチェと申します。ピッコログラッチェ、はい、これはパスタの店。はい、パスタとピザの店でやらせていただきます。パスタとピザね、はい。さっき私ら食べたここのおすすめやってこれな、はい、ピッコロ名物はピッコロランチやったかな。そうですね、ピッコロランチでご用意しております。これ、ね、はもうめちゃくちゃ美味しかった、ね、ありがとうございます。これは日替わりになってるわけ。はい、日替わりパスタを、まあ本日でしたら4種類から選べる形で、こちらのボードから選べる形で用意してるんですけれども、こういうふうにしてね、明太マヨネーズスパゲッティ、はい、カルボナーラスパゲッティ、私が食べたのは明太子マヨネーズスパゲッティ、はい、美味しかったや、うん、ハッシーさん食べたのカルボナーラやった。カルボナーラですかね。そうやね、はい、カルボナーラ2人で食べてね、美味しかったな。最高。ここは年中無休やね、そしたら。そうですね、はい、それにやらせてます、ね、はい。安いしさ、ありがとうございます。私ら昼のランチいくらやったん、あれ。あれがですね、こちらに書かせていただいて、630円でご用意しております。630円やね。はい、ね、サラダとドリンクとスープとパスタがついてご用意します、ね、はい。めっちゃ得、めっちゃ得やな。また来週行こうか。そうですね、食べたいですね、はい、また店長来週来ますわ。ありがとうございます、お待ちしております、はい。店長もっかんお名前、店の名前とお名前を、はい、ありがとうございます、店長の名前が長谷川慎之介です、はい。お店が屋号がピッコログラッチェとなっております、はい。ピッコログラッチェの店長、はい、長谷川慎之介さん、はい、でした、はい、はい、した。市原秀人、夢の扉。こんばんは、市原秀人です。ヒロンさん、こんばんは。はい、こんばんは。曲やな、でもいつも聴いてもな。ありがとうございます。今日はなんかギターを始めたのが中学2年生の時なんですけど。中学2年生の時に、はい。どんなギターから入ったの？なんつったやな、エレアゴですね。エレキのアコースティック、はい、その普通のフォークギターとかじゃなくて、うん、そのプラグをつないで、うん、その外で、うん、アンプとかをつないでできるようなやつですね、うん、はい。でどっか習いに行ったわけ？いや、最初ちょっと兄貴に教えてもらって。お兄さんに、はい、私のいつもお世話になってる知り合いの市原さん。まあ一応そうですね。そうなの。はい、ものすごいギターできるわけ。まあちょっとだけなんですけど、はい、まあでも基本的なことを教えてもらって、はい、それでもうマスターしたわけやね。そうですね、はい。すごいね。そうか、中学2年の時にはね、素晴らしいね、はい。ありがとうございます。さあ、この曲名は夢の扉です。はい、聞いてみようか。あ、はい。全てはこの時のために、その昔人は空へ羽ばたいた。人々はできるはずがないと笑った。忘れないでそのことを成し遂げるために、全てをかけた奴らがいたことを。突然ですが、井上玲香の瀬戸内愛花。
皆さんこんばんは、エイフォースエンターテインメントの井上玲香です。広野さんこんばんは。はい、こんばんは。ようこそいらっしゃいました、突然ですが、はい、こんな可愛い素敵なお嬢さんやったらもう毎日来てもいい毎日やってないっちゅうね、こんな感じ、井上玲香さん、はい、今売り出したね、これからますますメジャーに近づいていくね。はい、頑張ります。まず、はい、井上玲香という名前ね、はい、うん、この可愛いお嬢さんがなぜ井上玲香これはですね、はい、私があのとても慕っているおばさまのお名前を、うん、フルネームちょっとだけいじっていただきまして、うん、井上玲子さんからいただいたお名前で井上玲香で頑張っております。玲子言ったら思い出があんねん川端玲子さん、私の中学の同級生、めっちゃ美人やっぱり玲香とか玲子って綺麗子やわ。なるほど、ぴったし合うねえ。そうか、はい、でも今この曲いい曲や ね本当に私自身も気に入って歌っているんですけれども、ね、大人の歌やな、はい、これはね、そうです、うん、素敵な歌、はい、曲名は、はい、まず作曲奥村秀夫先生、そして作詞玉木麻美先生に作っていただきました瀬戸内愛華です。聴いてください。ここは瀬戸内、不思議物語巫舞深夜の深夜の巫舞こわヤマンバの里前編です。ヤマンバの里というのがうちの実家のある地方の村おこしの売り出し文句だ。人里離れた山の中にある小さな村だし、老人特におばあちゃんが多いというのが理由らしい。秋の彼岸に家族で墓参りに帰った時も、一人息子は丘の上にある共同墓地を走り回って大喜びしていた。早くお墓を近所に移しましょうよ、毎年こんな山奥まで来るの大変よ。汗を流して登ってきた妻が文句を言う。兄夫婦が郊外の住宅地に越してから村には親戚もいないし、墓だけがポツンと残っている状態なんで、もっともな話ではある。でも大地があんなに喜んでるんだから、しばらくはいいじゃないか。私は息子を指さして答えた。都会の子はなかなか自然に親しむ機会がない。こうして緑の中を走り回ることができるだけでも、息子が小さいうちはここに墓参りに来るという行事があってもいいんじゃないだろうか。お父さん、
誰かいるよ。太一の指さす方を見ると人気のない墓地の奥へ杖をついた老婆が歩いていくのが見えた。やはり悲願ともなればこんな寂しい村の住人もお墓参りに出かけてくるんだろう。老婆の曲がった背中を見ているうちにおよねばあさんのことを思い出した。およねばあさんは私が子供の頃山手に一人で住んでいた老婆で、子供たちからは山んばと呼ばれ気味悪がられていた。近所付き合いもしない人なので村の大人たちから疎ましがられていたようだ。心ない人からおよねは人の肉を食う、子供をさらっていくなどと教えられたりした。もう30年近く昔の話だ。ちょっとあのおばあちゃんどこまで行くつもりかしら。妻がこちらを肘でつっついて言う。確かに老婆の歩くあたりは墓地も終わっており、先には人家も畑もないはずだ。徘徊してるんじゃないかしら。いやよ、後で事件が起きた時最後の目撃者になるなんて。それももっともだと思い、みんなおばあちゃんを追いかけることにした。老婆が行き止まりの山道を左に曲がる。走っていた太一が追いついたのかと思うと、あれ？大きな声を上げた。来週に続きます。来週も深夜の身分、お楽しみに。